記者会見を行います。今年の12月1日の金曜日、後楽園ホールで開催される東京女子プロレス誕生10年記念興行 We are TJPW にて、坂崎由香が東京女子プロレスを卒業することになりました。2024年からは海外を拠点にプロレスを続けてまいります。卒業となる12月1日は、10年前、坂崎由香本人が、デビューしたデビュー戦が行われた日でもあります。それではこちらの件について、坂崎由香選手からコメントをお願いいたします。私事で集まっていただいて本当にありがとうございます。はい、今ご紹介に預かりましたが、12月1日後楽園で坂崎由香は東京女子を卒業します。すごく決めるまでにすごく心が揺れたといいますか、決心がつかない状態だったんですけど、こういう節目でもないとなかなか自分で決断するというのが難しかったので、この10周年というタイミングで、はい、卒業させていただくことにしました。ありがとうございます。12月1日までは、約7ヶ月弱ですね、ありますけれども、坂崎選手ですが、すでに、次の5月13日、浜松大会から、6月4日、両方経由地方大会まで、アメリカ遠征で欠場することが、発表、決まっておりますほか、年内、来年からの活動を見据え、海外遠征が、何度も行われることが、予定されておりますので、すでに国内の TJPW に参戦する機会というのが、限られている状態でございます。そんな中、現在、水木選手と保持しているプリンセスタッグ選手権、こちらの防衛戦のスケジュールなのですが、6月11日後楽園ホールで、行われることが決定しました。こちら、タイトルマッチ挑戦者は辰巳梨花、渡辺美優組となります。坂崎選手にとっては今日、こうやって卒業を発表してから、すぐに海外に行ってしまいますので、最初の日本での試合がこの6月11日のタイトルマッチということになります。それでは坂崎選手、こちらのタイトルマッチについてコメントをお願いします。はい、やめるって言ってからの防衛戦なので、はい、ファンのみんながどう思うかわからないですけど、でも、だからこそ水木とのこのタグベルトを離すわけにはいかないっていう思いがすごく強いので、はい、絶対にベルトを防衛して辰巳梨花、美優、この2人、白昼夢を倒して、まだまだ東京女子盛り上げていくぞっていう気持ちで、はい、王者として君臨したいと思います。ありがとうございます。それでは、質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。はい。決めたのは漠然と、何でしょう、いつかはやめないといけないなっていうのは思っていて、何でしょう、やっぱ学生時代も高校3年生とか、何でしょう、その期間が決まってるものっていう認識が私の中であって、東京女子って特別だからこそ、そのずっとは入れないなっていうのがあって、でもやっぱり、
みんなと離れがたいし、自分でなんか決断するのがすごく辛くって、で、あっという間に10年経って、うん、でも、この10年過ぎちゃったらもっと、実感できないなって、離れられないなって思ったから、はい、この10年っていうので、やめさせていただこうかなと思いました。プロレス自体はすごくまだ全然大好きだし、体のコンディションもまだ大丈夫なので、プロレス自体は続けたいけど、この女子の色だったり、あの、何でしょう、まあ、雰囲気だったり、東京女子が大好きだからこそ、東京女子を離れて、で、自分の違うステージに行かなきゃなと思ってるので、やっぱり日本でってなると、やっぱり東京女子のイメージに干渉してきてしまうかもしれないので、はい、東京女子のイメージが干渉しない海外とかでまだプロレスを続けたいなって思いました。日本のリングは未定ですが、まあ、女子の団体に出ることは 100% ありません。はい、はい、東京女子でしかできないことっていうのがまだあって、で、私の中でもまだ完結できてない東京女子の物語っていうのがあるので、この残り7ヶ月ぐらい、はい、まあ、実質考えるともっと3ヶ月とか半分ぐらいの期間にはなると思うんですけど、その期間で、はい、全部取りこぼしなく思い出を全部突っ走れたらなと思います。はい、はい、まあ、水木にはその決断する前からずっと相談はしていて、で、そう、置いてかんでよとかってずっと水木も言ってくれるし、でもゆかちが決めたことだからって背中も押してくれて、はい、ずっと相談には乗ってくれて、で、で、私もより一層、なんだろう、離れたくないなっていう気持ちがあるから、なかなか決断できなかったんですけど、でも、はい、水木は、本当に嫌だけど、でも応援してくれて、はい、背中は押してくれてました。はい、そうですね、やっぱり辞めるまで応援し続けて、で、水木と一緒にディズニーランドにそのタグベルトを持っていきたいなと思いますので、はい、そうですね、応援し続けます。ディズニーランドって言っちゃった、大丈夫はい、はい、でも、まあ、坂崎も言った通り、私の個人的には東京女子プロレスって、選手が40歳、50歳になって20年、30年ずっと言い続けるというよりは、やっぱり、まあ、青春じゃないですけれども、突っ走ってそこで卒業して、それぞれがプロレスを他で続けるのか、他の、違う職業にステージするのか、そういうものに進んでいただき、また新しく入った子たちが東京女子プロレス その、先輩たちに引き継いでくれた魂を引き継いで、また団体をずっと、何十年と続けていく、そういった団体でありたいと思っていますので、まあ、こういったことがあるのは、予想もしていたし、想定もしていたので、非常に素潔な心を応援したいなという気持ちです。もう決まっているということなので、私はやりたい選手います。はい。まあ、その AW
研修と私も交流があるので、その日本のアメリカに来れないお客さんにも DW の選手が身近で見れたらいいのかなって思うので、はい、DW の選手を呼びたいですね。